それは、あ、いや、機械生命体もアンドロイドも子供は作ることはできなくて。子供はどうやって作るの？ 2B。 そんな声で言われても私は助けられない。早く行こう。ほら、お姉さん待ってるよ。確かに。
じゃあ、ちょっとついてきてくれ。ほら、あそこに敵が見えるだろ？あいつとの戦闘データを取りたいんだよ。では、さらなる科学の発展のために、いざ戦いたまえ！されていた目的を達成。
報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。
することでしか相互理解は得られない。私はそう思っています。そう、何の音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器、トゥビー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。ビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。集中している。ハブの情報を表示します。
度飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全YoRHa部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるYoRHa部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。なんだあの変な敵は。
形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。